おはようございます。本日は8月の20日木曜日でございます。起床時間は9時。めちゃくちゃ雲一つない晴れ間でございます。今日の朝食はこの なんだこれロールとヨーグルト。さあ今日も喜多方ラーメン行きたいと思います。2軒目、どこにしようか迷ってるけど駅前かなと思います。日本では30度って出てるんですけど、絶対それ以上あると思うんですよね。33、4度あると思いますね。これもうね、30度だと涼しいって感じると思います。多分ですか。今の冷食はすごいね。これ冷凍食品なんだ。うん、美味しい。うまそう。熱っ。うまいな。さあ、じゃあ移動していきます。どうしよう。まずこのクッションをベッドの上に乗せてフレームを運んでいこう。久しぶりのモンスターです。これ焼肉バーベキューの時買ったんですけど、結局飲まなくて残ってて、いつのもの飲もうかって話。いや久しぶりでもないな。この前飲んだかもしれませんが、モンスターのこのポテタブってなんか超絶開けにくいんですよね。うわいった。開けにくいんですよ。これ鍵とかでこう開けるしかない。自分の場合このプルタブがなんか特殊なんですよね。モンスターってこのなんかロゴが入ってたりして、これが開けづらくて、ちょっと片手だと難しいですね。うん、ちょっと上げてからこういく感じ。あ、美味しい。やっぱモンスターていうか、このモニターもめっちゃいいです。姿勢が良くなって、もうね、多分10センチ近く変わったんですよね、モニターの高さが。でこう椅子の高さを最高にして、今こう背筋を伸ばすと結構すごいいい姿勢でできるんですよね。やっぱモニターもねつけると違いますね。あのね、なんかモニター台みたいな、あの卓上に置くやつであげるのも効果的だと思いますが、まあモニタームでもすごくね姿勢良くなって、これ健康にいいんじゃないかなと思います。あとね、アームの場合はこう下にいろんなものが置けたり、まあ、この MacBook ですね、 MacBook のこの接続の取り外しとかも簡単になったし、まあ、キーボードとかマウスとかここにしまえて、ここがフリーになるんで、これを飲みながら、これ、買ってよかったもの、2020年上半期の、動画の編集をしてます。まずは、この、自分が、ひたすら喋ってる、このアングルの動画を編集してから、まあ、これ一回書き出して、またその動画に、こう、ものをちゃんとこう寄って撮るっていうか、この自分の顔とは別にそのものを撮ったこういう映像ですね、こういう映像を後から貼りたいと思います。まだそれは収録してないんで、とりあえずこれを編集して、このナレーションに合わせて
まあ、この雰囲気のやつで撮るって感じですね。ということで、まずこれを編集します。いや、ナレーションの編集だけでもめっちゃ大変です。今9時15分。いやーめっちゃ疲れた。これ、どうだ ?2 時間近くかかったかもしんない。てかこのカットがね、すごく多くて。見てください、これ。やばくないですか、このカットの数。こんだけカットしましたよと。なんか自分、なんか言い直す癖とか、今もそうですよね。いや、言い直す癖とか、なんか噛む時も、噛むって、なんか噛んじゃうことも多いし、なんかね、喋ってること止まったりとか、スムーズに喋れないんで結構カットが多くなっちゃうんですが、それ結構編集で大変なんですよね。なんとかしないといけないですが。まあ前よりはね、話し方、よくな、ま、結構ね、前のレビュー動画とかね、見たら結構意味わかんないこと喋ってたりして、まあね、これもそうだと思うんですけど、まあね、ちょっとずつ、喋り方が改善できてるのかなと思いますけど、まあちょっとね、頑張りどころですかね。ということで、疲れたのでっていうか、書き出します。ということで、連打開始。さあ、これは結構時間かかると思いますよ。どんぐらいかかるかな?いや、疲れた。っていうか、メインの動画にして結構長くなりました。20分近くになった。うまそうです。魚?ん?めっちゃうまそうですね、これ。ネギがかかってる。あと、こんにゃく。イカフマチは今日中に食べてください。賞味期限が1週間ぐらい切れてんだっけ、うん、なんかやばそうだよね、イカだし。やばそう。さあ、ついに終わる。さあ、結果何分か。お、終わりました。もう1時間半、1時間半かかりました。いやーすごい。 4K60 フレーム20分の動画でカットをね、これカット何本入れたんだろう。250カット、やばくないですか。カットが、あれこれいかないんだっけ。カットが250個入った 4K60 フレームの、20分の動画、1時間40分です。めっちゃ疲れた。ということでね、はい、今日はこんな感じで、あとで寝たいと思います。明日また福島行かないといけないので、今日のところはもう寝ます。では